京成3700系電車、京成3700系電車、京成3700型電車は、1991年、平成3年3月19日から運用開始された京成電鉄の通勤系電車。2002年、平成14年3月までに8両編成15本と6両、編成2本、12両132両を新造した。そのうち、 8両編成4本の32両は、北総鉄道、そのうちの1本は、千葉ニュータウン鉄道にリースしているため、現在は8両編成11本と6両編成2本、12両の100両が在籍している。1991年3月19日、成田空港ターミナル直下への乗り入れと、北総開発鉄道、現、北総鉄道北総、高段線、 当時2期線の開通置きに導入された。京成の新規製造の通勤車では初めて、VVVF インバータ制御を採用した。都営地下鉄浅草線、京浜急行電鉄各線や北総線への直通運転にも対応しており、このほか、同時期に製造された北総7300型は採用色や表記類が異なるが、ほぼ同一設計である。 初代3000型から3150型までの通称、赤電と北総開発鉄道及び千葉、急行電鉄へ、リース、譲渡された、京急線形最初記車、北総では7150系を置き換えることを主な目的に、2002年、平成14年3月までに8両固定編成15本と6両固定編成2本の、計132両が製造された。 本形式の設計にあたっては、メンテナンスの容易化、省エネルギー化、乗り心地の向上、旅客サービスの向上などをコンセプトにした。車体は軽量ステンレス製で、膜板、腰板部はヘアライン仕上げ、吹き寄せ部はダルフィニッシュ仕上げとして外観に変化を持たせた。前頭部は普通構成とし、シルバーメタリックに塗装を施している。前部は中央で、 の字に折れ曲がったた。デザインとし全面デザインは4枚のフロントガラス類が一体に見えるブラックフェイスを採用した。非常用貫通扉は車掌台側に寄せることで運転席、側ガラスを大型化して視野拡大を図った。初期タイプでは急行灯が上部に設置された。3600型や3200系、3300系、更新車などで採用された。 種別表示器は本形式でも引き継がれ、貫通扉に設置された。側窓は乗務員室 G を除きすべて二連窓としたが、同じ窓配置を持つ K9500 型に比べて、車端部と扉間とで窓幅の差が小さい。そのため両端の扉が従来よりも車両中心に寄った間取りとなり、扉横の座席との間のスペースが左右で異なるほか、 車端の座席が6人掛けとなった。この特徴は3400型や北総鉄道7300系、同9100系、ただし中間車の車端部はクロスシートについても同様である。車体退色は3600系以前のファイヤーオレンジ体に代わって AE100 型で採用されたヒューマンレッドとフューチャーブルーのカラーフィルム体が巻かれ、これが 現行の形成標準色になった。冷房装置は、集約分散式の能力 18000kcalH20.93kW ロロの装置である。この装置は三菱電機製の CU-716K または東芝製の PU-6006 型を各社に2機搭載する。装置は DC-DC DC コンバータ 工術からの直流 600V を電源とするインバータ制御方式であり、1両あたりの容量は 41.9kW、36000kcalH ロロである。また8両編成の上のより3両目、1位が6の車両は弱冷房車としている。先頭車の屋根上にラジオ受信アンテナを搭載したほか、形成の車両で初めて乗降促進用車外スピーカーを 各車側面に配置した。車両番号の不番法は3600型と同様に、第1編成は3701から3708、第2編成は3711から3718で、末尾9と例は、鉄番、直通運転先の京浜急行電鉄と同様に、裏が片先頭車の車号で3708、編成。 3718編成と故障する。m t 比は8両編成が 6M2T、6両編成、3828.3838 38 38、編成の2本は 4M2T、1位が4と5の中間車は結番。先頭車が制御電動車、付随車は1位が3と6の中間車に位置する。制御装置は1990年、平成2年に登場した。 AE100 型に引き続き東洋電気製造製、GTO サイリスタ素子による VVVF インバータ制御を採用した。制御方式は1台の制御機で、主電動機を8台制御する 1C8M 方式としている。補助電源装置として、GTO 素子を使用した DC、DC コンバータ、DDC、東芝製、カブレ HQC0K、容量 150kW を、 空気減装置には、レシプロ式交流電源駆動の空気圧縮機 CP、CP-C-2000LM をそれぞれ搭載している。パンタグラフは、下枠交差式を、1位が2と7の車両に2台、1位が5の車両の片側に1台をそれぞれ搭載している。なお6次車以降は、シングルアームパンタに変更されている。駆動装置は、TD 平行カルダンと WN 平行。 カルダンの2種類が使用されている。主電動機メーカーは駆動装置によって異なり、TD 平行カルダンは東洋電気製造製、WN 平行カルダンは三菱電気製である。3 6 0 0系以来、本形式一時社の3728、編成までは編成の半数で両方を使用していたが、3738編成以降は両方を、 各編成単位で使用することになった。具体的には3708から3728編成の12.245社及び3 7 3 8 68, 3 7 6 8 3 7 8 8, 8, 8 8 3 8十8 3 8八8 3 8千8 3 8 6 8編成が t d 平行カルダン 東洋製 TDK-6170A 電動機3848.3868編成は TDK-6170A1 その他は WN 平行カルダンで三菱製 MB-5041A 電動機3838.3858編成は MB-5041A2 である 両者とも同一設計で出力は1 3 0ット、形成車内での正式故障は KMM6170 である。起動加速度は時速3 5トル、S。減速度は常用が時速4 0トル、S。非常用が時速4 5トル、S。波数比は1、6.07である。減流値。 電動機に流す電流の量は 73.3A で、ある。台車は、電動台車が揺れ枕、形台やフラム空気バネ SU 民電式の FS-547、付随台車が FS-047 である。基礎ブレーキは片押し式の踏み面ブレーキである。室内のカラースキームは、3600型とは異なり、アイボリーホワイト模様入りの化粧板に、 濃いピンク色の座席という家材がベージュノうタンとされた。一人分の掛け幅は 440mm とされた。また、優先席部の座席は水色の座席とされた。3600軽電車まで設置されていた冷房時の補助送風機としての首振り式扇風機に代わって新たにラインデリアを採用、先頭車6台、中間車7台した結果天井構造は 平滑化された。それだけでなく、客用座席端に、仕切り板の設置、LED 式車内案内表示機の設置など、訂正では初めて採用したものも多い。電動車の主電動機点検外は、交流誘導電動機を採用したことで、メンテナン軽減が図られることから AE100 型と同様に省略された。側窓はいずれも、開閉可能、一部の属な二連窓である。 ガラス枠の周囲やピラーを黒く塗ることで見栄えを、スッキリさせている。乗務員室内は、クリーンの繁殖、運転台系基板は、黒色としている。貫通扉が車掌台側に寄せられたため、3600型よりも配置に余裕がある。運転台の主管制御機は3600型や AE、100型に引き続き T 型ワンハンドル式を採用した、立行一から5、常用ブレーキ一から5、 非常。加えて、景気盤右側には故障などを表示する、モニタ装置のディスプレイが設置された。乗務員室仕切りは、客室から見て左から大窓、仕切り扉窓、二段窓がある。車高膜は左側2枚の窓のみ設置してある。本形式は、製造期間が11年と長く、その間に、以下のようなマイナーチェンジが行われた。 一時車の3708から3728、編成は1991年3月から4月に8両、編成3本が落成し、最後まで、比例棒で残存していた、通称、赤電の3000系前車と3050系3076から3075、さらに京急からのリース車両である線形線37から1040を置き換えた。 一時車と北総7300系7308.7318編成は、社外スピーカーの上高促進チャイム音が二時車以降、及び3400系、3500系更新車とは異なる。1991年3月19日の成田空港ターミナル直下乗り入れ時に伴うダイヤ改正当日は3200型が充当されたが、本形式は、 翌20日から1995年、平成7年4月1日の千葉急行線、大森大地原大間開通に伴う、ダイヤ改正までは、平日夜間に、定期運用で、京成車8両が、京急栗浜線三崎口、京急線内特急まで乗り入れていた、三崎口からは折り返し京成成田業として運転。京急線内特急、都営浅草線、京成線内通勤特急、 同運用は、当該運用は当初、アカデンと呼ばれる、先頭大箱くらい台車にモーターを装着する車両、3100系、3050型などが使用されることが多かった性能の違いで、ダイヤに遅れが多発していたことから本形式と3400型が増えるとそれらがよく使用された。なお、 後日する二次車も落成後の営業運転開始日から1995年3月30日までの間にこのように使用された実績もあったが最終日の同月31日は3150型が重当されたこの運用は同年4月1日からと A5300 型に変更されたただし三崎口からの折り返しは1 0学時止まり以後現在に至るまで 三崎口への乗り入れは復活していない。1998年12月以降は2012年まで行われた1月3日の箱根駅伝帯作林時代や以外は羽田空港への乗り入れのみである。1992年、平成4年度と1993年、平成5年度は AE100 系のゾ備ビや3400型を新たに製造するため、 本形式の製造はなかったが、1九9四年、平成六年度に増備が再開され、同年十二月に二次車の三千七百三十八編成が、続いて1九9五年二月に三千七百四十八編成が落成した。一次車との相違点は、下記の通りである。一次車においても、七と八については改造で、思考5の種別。 行き先表示器については1998年、平成10年11月18日のエアポート特急運転開始時のダイヤ改正までに交換。種別表示器は20210月ダイヤ改正による新種別登場により再度交換された。1のスカートに関しては両編成とも六角形のタイプを搭載していたが、写真参照。 1995年4月に3748編成が、同年5月に3738編成が、それぞれ現行の逆台形タイプに変更され、一時車も後に設置し、以後の新車はすべて同タイプを採用した。3748編成は、最初から逆台形のスカートを設置との文献が多数あるが、これは誤りである。 三次社は1995年12月から1996年平成8年3月に落成した3758から3788編成が該当する。同グループから室内シートがオレンジ模様入りの個別シートになった。また電圧計の設置位置を窓内側から壁側に移動した。1995年度は3100系の置き換えと 京成西部に勝田大館で競合する東洋高速船の開業に対抗する所要時分短縮を目的に一挙に32両が増備された。翌1996年度の増備はなかった。1997年、平成9年5月に四次社の3798編成が三次社と同仕様で落成し、3150型を北総にリースすることに伴い、 北総の7150型がべて置き換えられた。また3798編成の落成で3700番台の番号は埋まり、以後の製造分からは3800番台を付与することとなり、同年12月に3808編成が落成した。この編成は3798編成と同様に四次者である。なお、 この頃から3600系の8両編成化が行われている。1998年11月に3.4次車と同じ仕様で5次車に当たる3818編成が落成した。この時点で本形式は8両編成12本、計96両になり、当時の3500型と同じ車両数になった。2000年、 平成12年1月に落成した3828編成と同年2月に落成した3838 38編成は共に6次車としてこれまでにないマイナーチェンジを行った。本形式としては初の6両固定編成で落成し千葉線や千原線での運用も可能になった。5次車までの車両との相違点は下記の通りである。車両機器面では 主制御機、主電動機は、大きな変更はされていないが、以下の点で変更がある。2001年、平成13年1月に6次車と、ほぼ同仕様で7次車の3848、編成が8両固定編成で落成した。これにより、2001年春をもって、リース車以外の3150型が全廃された。京急空港線、羽田空港駅、現、 羽田空港国内線ターミナル駅への直通列車の増発や優等列車の8行化推進を目的に2001年8月に3858編成が落成した。この編成より、形成のグループシンボルマーク導入に伴い従来、側面に重複されていた車体後シック連続所体の形成ロゴプレートが廃止され、形成グループロゴのみが重複された。なお、 このグループシンボルマークは2001年3月より、同社ほか、京成グループの新京成電鉄、北総などの車両に既存車名表記とともに、重複されている。その他の6.7次車との相違点は、室内の個別シートを廃し、ラベンダー色模様入りロングシートを採用した。座席生地色は6.7次車と同一である。当初、2001年度、 2001年4月から2002年3月の事業計画では3200系初期車の置き換え関係で8自社8両編成1本と6両編成2本を導入する計画であったが、芝山鉄道開業2002年10月27日に開業も間近で同社に既存の形成車3600系を8両1本リースすることが2001年度下期前半に決定したことから、 8両を編成2本の導入になった。その経緯から、芝山千代田駅前の看板に、京成3700系の芝山鉄道バージョンのイラストが描かれている、鉄道ファン2003年1月号参照。最終編成となったのは2002年3月落成の旧自者、3868編成である。同編成では、ラベンダー色模様入りのバケットシートが採用されたが、 座席記事は6.7次社と同色である。バケットシートについては、3300系の3313から3316、編成で2001年8月のシート改造時に、使用されたものを元に採用し、以後個別シートを使用していた3から5次社や3500系更新車でも2011年までに、タイプのバケットシートに改造した。本形式は両編成が主で、 都営浅草線、京急線、北総線への直通運転にも対応しているため、8両編成の3000系、3001.3026から3030.3033、3035から3038の各編成、3051から3056、編成や3400型とともに、主に本線や押上線、都営浅草線、 京急線直通の優等運用に使用される。現在は京急本線京急釜台南には乗り入れないが、かつては栗浜線三崎口まで入線した実績がある。2010年7月17日に開業した成田スカイアクセス線には3000系7次車が優先して運用されるが、ごく稀に本形式が代走する時がある。 六両編成の3828.3838 38 38編成は主に普通運用主体で使われており、千葉線や千原線にも入線することがある。ただし、押上線、都営浅草線への入線実績はあるものの、京成車の六両運用がない、京急線には入線しない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。